の中には4匹のカンガルーがいた。1匹がオスで2匹がオス。1匹がオスで2匹がメス。あとの1匹が生まれたばかりの子供である。カンガルーの柵の前には僕と彼女しかいない。もともと大して人気のある動物園でもないし、おまけに月曜の朝だ。入場客の数よりは動物の数の方がずっと多い。我々の目当てはもちろんカンガルーの赤ん坊である。それ以外に見るべきものなんて何も思いつかない。我々は1ヶ月前の新聞の地方版でカンガルーの赤ん坊の誕生を知った。そして1ヶ月間カンガルーの赤ん坊を見物するにふさわしい朝の到来を待ち続けていたのである。しかしそんな朝はなかなかやってこなかった。ある朝に雨が降っていた。次の朝にもやはり雨が降っていた。その次の朝には地面がぬかるんでいたし、それに続く2日間は嫌な風が吹いていた。ある朝には彼女の虫歯が痛み、ある朝には僕が区役所に出かけねばならなかった。そんな風にして1ヶ月が過ぎた。1ヶ月なんて全くのところあっという間に過ぎてしまう。この1ヶ月の間一体何をしていたのか僕にはまるで思い出せない。いろんなことをやったような気もするし、何もしなかったような気もする。月末になって新聞の集金で帰ってくるまで1ヶ月が過ぎてしまったことにさえ僕は気づかなかった。しかし何はともあれ、カンガルーを見るための朝をやってきた。我々は朝の6時に目覚め、窓のカーテンを開け、それがカンガルー日和であることを一瞬のうちに確認した。我々は顔を洗い、食事を済まし、猫に食事を与え、洗濯をし、日よけをかぶって家を出た。ねえ、まだカンガルーの赤ん坊は生きているかな、と電車の中で彼女は僕に尋ねた。生きてると思うよ。だって死んだっていう記事が出ないもの。病気をしてどこかに入院したかもしれないわよ。それにしても記事は出るさ。ノイローゼにかかって奥に引っ込んでいるんじゃないかしら。赤ん坊が？まさか母親がよ。まさか母親がよ。奥の暗い部屋に赤ん坊を連れて閉じこもっているんじゃないかしら。女の子というのは実にいろんな可能性を思いつくものだと僕は感心する。そうなんです、女の子というのは実にいろんな可能性を思いつくものなんですよね。私はねそう思うんですけどね。なんだかこの機会を逃すと二度とカンガルーの赤ちゃんを見られないような気がするのよ。そんなものかな。だってあなたこれまでにカンガルーの赤ちゃんを見たことある？いや、ないな。これから先見るだろうって自信ある？どうだろう、わからないよ。だから私は心配してるのよ、といった風にですね、村上春樹さんの作品は女性がどちらかというとはっきり物事を決めて発言して、男性は結構曖昧な返答をするパターンが多いですね。でもね、と僕は抗議した。確かに君の言う通りかもしれないけれど、僕はキリノさんだって見たことないし、クジラが泳いでいるところだって見たことがない。なぜそれなのにカンガルーの赤ちゃんだけが今問題になるんだろう。カンガルーの赤ちゃんだからよ、と彼女は言った。僕は諦めて新聞を眺める。これまで女の子と議論して勝ったことなんて一度もない、まあ、そういうことなんですよね。カンガルーの赤ん坊はもちろん生きていた。彼あるいは彼女は新聞の写真で見たよりずっと大きくなっていて、元気に地面を駆け回っていた。それはもう赤ん坊というよりは小型のカンガルーだった。
その事実が彼女を少しがっかりさせる。もう赤ん坊じゃないみたい。赤ん坊みたいなもんだよと僕は彼女を慰める。もっと早く来るべきだったのよ。僕が売店まで行ってチョコレートアイスクリーム2つ買って戻ってきた時、彼女はまだ柵にもたれてじっとカンガルーを眺めていた。もう赤ん坊じゃないのよと彼女は繰り返した。そうと言って僕はアイスクリームを1つ彼女に渡す。だって赤ん坊ならお母さんの袋に入ってるはずよ。僕はうなずいてアイスクリームを舐める。なんでこんなに村上春樹の小説を読むとそこに出てきたものを食べたくなるんですよ。アイスクリームだったりサンドイッチだったり、あるいはスパゲッティだったり。1917年の孤独なスパゲッティだったりは食べたくなるんですよ。私がこの現代令和の世界を生きていて悔しいと思うことが一つあるとすれば、それはですね、村上春樹が小説でストロングゼロの描写をしなかった、そのことだけで、そう言っても過言ではないでしょう。だって赤ん坊ならお母さんの袋に入っているはずよ。僕はうなずいてアイスクリームを飲める。でも入ってないもの。我々はとりあえず母親カンガルーを探した。父親カンガルーの方はすぐに分かった。一番巨大で一番物静かなのが父親カンガルーだ。彼は才能が枯れつけてしまった作曲家のような顔をつけて、餌箱の中の緑の葉をじっと眺めている。残りの2匹はメスだが、どちらも同じような体つきで同じような体で同じような顔ってやる。どちらが母親だとしてもおかしくない。でもどちらかが母親でどちらかが母親じゃないんだと僕は言った。うん。とすると母親じゃない方のカンガルーは一体何なんだ。わからないと彼女は言った。そんなことはお構いなく、カンガルーの赤ん坊は地面を走り回り、ところどころ笑みもなく前足で穴を掘り続けていた。じゃあおいで、みーちゃんおいで、みーちゃん、みーちゃんが、みーちゃん、おちわりして、おちわりして、ちょっと待ってね。ところどころに意味もなく前足で穴を掘り続けていた。彼女は退屈を知らぬ生き物であるようだった。父親の周囲をぐるぐると回り、緑の草を少しだけかじり、地面を掘り、2匹のメスカンガルーにちょっかいを出し、地面にごろりと横になり、そしてまた起き上がって走り始めた。なぜカンガルーはあんなに早く飛んで走るのかしらと彼女が尋ねた。敵から逃げるためさ。敵？どんな敵？人間だよと僕は言った。人間がブーメランでカンガルーを殺して肉を食べるんだ。なぜカンガルーの赤ん坊はお母さんのお腹の袋に入るの？一緒に逃げるためさ。子供はそんなに早く走れないから。保護されているのね。うんと僕は言う。子供はみんな保護されているんだ。どれくらいの期間保護されるの？僕は動物図鑑でカンガルーについての何もかもちゃんと調べてくるべきであったんだ。こうなることは初めから分かっていたんだから。1ヶ月2ヶ月そんなものだろうな。じゃああの子はまだ1ヶ月だからと彼女は赤ん坊カンガルー指さす。お母さんの袋に入るわけね。うん僕は言った。多分ね。ねえ、あの袋の中に入るって素敵だと思わない？そうだね。ドラえもんのポケットって体内回帰願望なのかしら。どうかな。きっとそうよ。日はすっかり高くなっていた。近くのプールからは子供たちの歓声が聞こえてくる。空にはくっきりとした夏の雲が浮かんでいた。何か食べる？と僕は彼女に尋ねた。
ホットドッグと彼女は言った。やり直します。何か食べる？と僕は彼女に尋ねた。ホットドッグと彼女は言った。それにコーラ。ホットドッグでは若い学生アルバイトでワゴンの形をした屋台の中に大型のラジオカセットを持ち込んでいた。ホットドッグが焼き上がるまでスティービーワンダーとビリージョエルが歌を歌ってくれた。僕がカンガルーの柵に戻ると彼女はほらと言って一匹のメスカンガルーを指さした。ほら見て、袋の中に入ったわよ。確かに赤ん坊カンガルーは母親の袋の中に潜り込んでいた。お腹の袋は大きく膨らんで、小さな尖った耳と尻尾の先端だけがちょこんと上に飛び出していた。重くないのかしら。カンガルーは力持ちなんだ。本当？だから今まで生き延びてきたんだ。母親は強い日差しの中で汗一つかいてはいなかった。青山通りのスーパーマーケット。昼下がりの買い物を済ませ、コーヒーショップでちょっと